スーパーマリオメーカー、自分が大好きな制作者さんのコース順にやっていきたいと思います。1の1位からですね、今3の1位くらいまで出てるんで順番にやっていきましょう。この方のコースはすごいよ。どれもレベルが高い。本当にいいコース作るんですよね。まあ、1の1ってことで多分簡単めに作ってると思います。こういうコースももちろん楽しいんですけどね、今までにこのこちらの粉さんがね作られたコースね、遊んでみてください。すごいよ本当に。レベルが違うもん。一人だけ格段に違うから遊び尽くしましょう。やっぱ1の1だからかなり簡単にセッティングされてますね。何か隠しがあるんじゃねえかなとねさっきから探してるんだけど、なかなか見つけられないもんだね。まあそうか、至るとこに、お、ほら、なんかあった。こういうの作るんですね、やっぱりね。思った通りだわ。本当にマリオの製品版でありそうなコースですよね。そういうのを作っちゃうからすごいんだよな。お、まだなんかあるぞ。やべ、食らった!うわぁ!ズドドドドン。作りが凝ってると思いませんか?ただただ単純なコース、簡単なコースっていうんじゃなくて、作りが凝ってるんですよね。こういうところもさ、わざわざこういうブロックの置き方しなくてもできるわけじゃないですか。それをやるし、こうやって下に下ろすのとか、本当に任天堂っぽいですよね。いや、やっぱ、すげえなー。土管の一つの置き方でさえもうこれだもんね。まあもちろんやってる人もいるだろうけどさ、やっぱりそういうところに目が行くよなー。やっほー。後ろの砦も隠れてる。造形美だね、これはまさに。もうもはやアートだよ、コース一つ一つが。素晴らしい。じゃあ1の2いきましょう。1の2は、これ。ドンガラ洞窟。ドンガラ、ドンガラ?マリオのキャラってモブでいるのかな、ドンガラっていうのが。おー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 おおおはい、こういうのもいちいち凝ってもさ、あ、なんか上にあるぞ。あれなんだ?あれなんだろうね、この上にあるやつ。気になる。そうか、このブロックでキノコ隠すとああいう感じになるんだな。スタッ、デデグデデグデグデッ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 デ。いいよ。あー、マリオでありそう、このブロック。ありそうあるわー、というかもうありそうじゃなくてあるわー、こういうの。お、これは全く同じやつだな。ドドドドドンっていくんだ。すげえ、すげえなー。ファイヤーマリオ。なりました。今日も言えたね。言いたいだけなんだけどね。ズドン。いいね。お、中間ですね。マリオメーカーはさ、難しいコースやるだけが全てじゃないよな。やっぱこういう楽しみ方があるよね。おお、すげえ。隠しも今回は。なんだあれかな、グループスコーダーだっけ、パズドラでやったけど、こういうエイリアンみたいなやついたよね。おお、気持ちいい。おお、なんかある。うわー、あ、そっちか。せっかくだからもらっていこう。あ、これちょうど多分これが開きますね。おおフランキー、いいのかな、いいよ。オーケー、おー、オーケー。コインでこう示す感じもなんかもうほんとそれっぽいよな。すごいよねこれ、長いしコース。おー、そっちから来んのかどうなってたんだ今のは。お、ゴールだ、イエーイ。
洞窟クリア。すげえなー。もうなんかただたださ歩いてるだけだけど飽きないもんね。すげえわ、やっぱすげえわ。1の3いきましょう。もぐもぐよっしー、やみやみよし、雑食だからな。何を食わせるんだろうな。なんかチョロップ食わせそうな感じするけど。このさ、この丘の、この丘の使い方な。あるわ。あるわ。どっか入れたりするんじゃないかな。なんかその、おっと、ふんげくんしまった。コースの大前提となる、ヨッシーを失ってしまうあたり。恥ずかしいです。すいませんでした。気をつけます。レッファイヤー。おっと、上になんかあるぞ。うわぁ。いちいち楽しませてくれるな、ほんとな。雑食すぎるわ。下になんか毒あったね。ちょっと行ってみようか。うわぁ、ここはいけないやつだった。しまった。入れた、入れた、やっぱり入れた。でってってん。よしか。こう言って、ズドーンってこと、いうことですか？ズドーン。なんかあるね、これは。イエーイ。お、ここに着くのね。食べる。うまいのかな、食い棒。でもなんか、飴玉っぽい感じに見えるからね。まずくはなさそうな感じするけどね。あ、そっか。むかー、いや、もともと、本体、マリオメーカーじゃない。マリオメーカーじゃない。このマリオワールドの世界では、コインをこうやって食べることはできないんだよね。マリオメーカーでちょっと仕様が変わってるんだよね。これ食べさせられるようになった理由がなんかあんのかな。あ、でも赤コインがあれできるのか。赤コイン食べれるかな。赤コイン食べれるんだとすれば意味があるね。ヨッシーを必ず連れてこなきゃいけないみたいなギミックの使い方ができるってことだよね。さらに上はないかな。なかった。じゃあ乗り換えるか。うわ、気象だからな、マリオは。お、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 なんだこれ。なんかよくわかんないオブジェクトがあるぞ。クリボーだ！多分クリボーだ。そうか。クリボーを表したか。いいっすねー。じゃあ1の4やって終わろうか。次これかな。1の4戦いクリボー団かな。おお、そうだね。じゃあここで終わっとこうか。たたこえ、たた、たたこえクリーボーダン強そうだね。ははっ、山根さんか。こんにちは、久しぶりだね。いつぶりだ山根さんは。山根さんはあれか、やばい。何アスレだったかな。超すっげえ難しいコース、超極限アスレ、あれ、そ、違うな、ちょっとタイトル違うけど、っていうそんな感じのコース名のやつでお会いして以来だね。おお、ファイヤー、ワファファイヤー、マリオ、ワフワフワフワ、やばいんじゃない？危ねえ、危ねえ、反応が遅かった。危ねえとか言って落ちてるしな。でもなんかこっちでもいいらしいね。あ、上にも出てる。お、出た、メタルマリオ。これ本当にメタルマリオなのかな。シャイニングマリオとかって言った方がいいのかな。いや、ここはメタマリでいこう。じわじわ来る。やばい。あ、落ち着いて。で、正確に。
踏む。うー取られた。せっかくのメタルが。おー、道になった。すげえ。この作りですよ。素晴らしい。素晴らしい。どうなったんだ、マスター。え、ここ死ねるんだけど。罰がちゃんとある。ここで死ねるようにしたのは一体何の理由があったんだろう。クリボーの形になってる。入れた。勝負ってことだね。これもあれだね、クリボー型になってるね。あ、違う、実際にこれ踏んでからここに来ないといけなかったのかな。あー、そうだね、そうだね、そうなってるね。なんか形の崩れたクリボー、ゴーストクリボーみたいになってるね。いやー、楽しいなー。やっぱ難しいコースもいいけど、やっぱりこういうコースもいいよなー。マリオメーカーの楽しみ方はほんとそれぞれですよね。はい、じゃあ今回はこれで終わりたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。